アグスティン・イグナシ・オーリオンはアルゼンチン・ブエノス・アイレス州出身の元同国代表サッカー選手。現在は無所属アルゼンチン代表である。ポジションはゴールキーパー。ボカジュニアーズでのオーリオン2008年のコパリベルタ・トーレスはグループリーグ6試合とノックアウトステージ4試合すべてに出場した。グループリーグを CR、フラメンゴに次ぐ2位で通過し、 決勝トーナメント1回戦では CA リーベルプレートとのアルゼンチン勢同士の試合となった。ファーストレグは2から1で勝利したが敵地でのセカンドレグでは試合途中までに2から0とリードを許した。しかし残り20分ほどでゴンサロベルヘッシオが2得点し2試合合計4から3で勝ち抜けた。準々決勝のルドジューキト戦は ホームアウェーへの2試合とも1から1で PK 戦に、試合の結果が委ねられたが、敵地での PK 戦で PK を5本とも決められ、優勝したルドジューキとに1の1で敗れた。2009年3月、コパリベルタドーレスのクラブリベルタ戦で開始早々に、右膝十字じ帯を負傷し、全治半年近くの大怪我を負った。控え、ゴールキーパーのブルーの剪定のヤイラリオナバーロー、 起用せざるを得なかった c a さんロレンソであるマグロはグループ最下位で大会を終えた。2010年はエステュディアンテスデラプラタイ遺跡。2007年アルゼンチン代表としてベネズエラで開催されたコパアメリカ2007に招集された。オスカルスタリの負傷により追加招集されたものでロベルトア・ボンダンシェリ、フアン・パブロ・カリーソに次ぐ第3ゴールキーパーという位置づけで 出場はなかった。2011年9月4日、スーペルクラシコでラスアメリカスのブラジル戦でアルゼンチン代表デビューした。ありがとうございます。